電源3種理論令和4年上期問い12を解いていきます。真空中において電子の運動エネルギーが400エレクトロンボルトの時の速さが 1.19×10 の7乗メートルパーセクであった。電子の運動エネルギーが100エレクトロンボルトの時の速さメートル毎秒の値を求めようという問題です。この問題を解くのに最低限この公式を知っていなければなりません。運動エネルギー K イコール2分の 1mv2 乗ジュール。M は質量 kg、V は速さでメートル毎秒。問題文に 400EV、100EV と書かれてあります。この EV という単位は電子ボルトまたはエレクトロンボルトと読みます。電子1個が1ボルトの電子差を通過するときに得るエネルギーの単位です。電子1個は電気量 1.602×10 のマイナス19乗クーロンです。このように電子1個分の電気量のことを電気素量と言います。1エレクトロンボルトをジュールに直す場合は電子1個の電気量 ×1 ボルトです。よって 1.602×10 のマイナス19乗 ×1 となります。1エレクトロンボルトは 1.602×10 のマイナス19乗ジュールとなります。この問題でこの数値は別に暗記していなくても解くことはできます。ジュールの単位とエレクトロンボルトの単位が比例することが分かっていれば工夫すれば簡単に解けます。ではこの数値めんどくさいので A という文字に置き換えてしまいましょう。では最初に持っている運動エネルギーを K1 と置きます。2分の 1mv12 乗とします。運動エネルギーが400エレクトロンボルトです。よって400に A をかけて 400A ジュールとします。この式において変化しない数値は M と A に当たりますので、これを整理して A 分の M イコール V12 乗分の800としてみました。運動後のエネルギーを K2 と置いてみます。2分の 1mv22 乗としました。その時のエネルギーは100エレクトロンボルトですので、これをジュールに直すために100に A をかけます。ではこの式も整理して、上の式と同様に A 分の M イコール V22 乗分の200としてみました。この式とも、両者とも A 分の M の式ですので、等しいです。よって、この等しい関係から、このような方程式を作ります。この式を整理します。v22 乗イコール800分の 200×v12 乗となりました。800分の200を約分します。4分の1となりました。これをさらに整理して、v2 イコール2分の 1v1 となりました。v1 に当たる数値は 1.19×10 の7乗です。これを v1 に代入します。これを計算すると 5.95×10 の6乗となります。よって答えは、括弧2番の 5.95×10 の6乗となります。先ほどは正確に計算するために面倒な計算をしてきましたが、もう少し簡単に中学生レベルの考え方で解く方法を説明します。例えばなんですが、y=2x2 乗という2次関数の式があったとします。x と y の関係を表で表します。x に2をかけた場合、2次関数なので y は2の2乗をかけることになります。3をかけるならば、y は3の2乗をかけます。4をかけるならば、y は4の2乗をかけます。ところで、この y の値、8から2になるときというのは、8に4分の1をかけて2になっています。4分の1というのは2の2乗分の1です。そのとき、x の値は2から1になっています。これは、2に2分の1をかけて1になっています。この関係を使ってこの問題を解いていきます。この運動エネルギーの公式の K を Y と置いてみます。2分の 1M を A とします。V2 乗を X2 乗とします。ということは運動エネルギーの公式は2次関数です。では問題に戻ります。400エレクトロンボルトの時に速さが 1.19×10 の7乗メートル毎秒であったと。これを2次関数の式の XY の表に置き換えてみます。X が 1.19×10 の7乗の時、Y は400。問題では100エレクトロンボルトの時の速さを求めようという問題です。この表で表すならば、y が100の時 x はどうなるかを求めればいいということになります。400から100に変えるには、4分の1をかければ100になります。4分の1というのは2の2乗分の1です。ということは、x は2分の1をかければ、ここに当てはまる値を求めることができます。1.19×10 の7乗 ×2 分の1。5.95×10 の6乗となります。答えは、括弧2番の 5.95×10 の6乗です。このように数学が得意な人であればほんの数秒で解くことができる問題です。